谷翔平さんの結婚披露宴に招待されなそうな野球関係者。誰やろう？ガッフェ、藤井、杉谷健司、上原、ラー君、中田翔。杉谷には招待状来ないけど勝手に来る感じ。逆に呼ばれるやつ近藤くらいやないの。杉谷はできんくらった上で無理やり会場侵入して怒られそう。中田翔、金巻東同級生。さすがに WBC で一緒に戦った奴らは招待するやろ。WBC で一緒に戦った仲間は全員呼ばれるやろ。山川、WBC メンバー呼ばれた時が新漫画呼ばれるかが最大の焦点。披露宴なんてやらんやろ。引き出物として100万くらいのグランドセイコーくれそう。杉谷一択だろ。非公開だろ。嫁の公開なんてやったら終わり。WBC に呼ばれたら大谷の結婚式にまで呼ばれるとかお得すぎない？マスゴミにわざわざネタ提供せんやろ。大谷にご祝儀っていくら包むんや。上原は招待状来なくても YouTube とかで来てもその日は仕事入ってるんでいけませんけどね、とか言いそう。栗山しか呼ばないだろ。野球関係はそもそも披露宴なんてやらない。親戚しか呼ばない方が無難。あの野球人呼ばなかったから仲悪いんだ。あーとかしょうもない。ご視聴ありがとうございました。